和風はアメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の遺隻。艦名はフロリダから西インド諸島にかけて生息するダークブルーの大色を持つ食用魚カマスサワラに由来する。アメリカ海軍の潜水艦で和風の艦名を持つのは本艦が最初であり、他にタング級潜水艦の一艦に和風がある。また、 天地急潜水艦の2艦にも和風及び和風が存在したが、前者は帰港前に建造契約が取り消され、後者は前者のキャンセルによりその名を受け継いで建造されたものの、戦争終結により建造が取りやめられたため、完成した姿を見せることはなかった。四代目和風が、タング急潜水艦三番艦として収益し、戦没から九年後にようやく二隻目の和風が、 実現した。カマスサワラはフーは1941年6月28日にカリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で寄港、1942年2月14日、ウィリアム・シー・ベイカー夫人によって浸水した。5月15日に竣工し、マービン・ジー・ピンキー・ケネディ少佐の指揮のもと収益する。成長と収益後の訓練をカリフォルニア南方のサンディエゴで行った。 8月12日ハワイ新珠湾に向けて基地を出発8月18日に新珠湾に到着し8月21日まで訓練を行った8月23日和風は最初の紹介でトラック島近海に向かったトラックナモヌイト両艦賞近海で紹介し9月6日明け方にはトラックの西北西海域で 最初の獲物となる2400トン級タンカーを発見し、魚雷を3本発射したがすべて外れ、逆に反撃を受けたため退散した。和風は、トラック諸島周辺で9月20日までパトロールすることに決めた。その9月20日の夜、和風は、北緯07度43分統計150度36分、北緯7.717度統計150.600度、 7.717150.600の地点で6500トン級輸送船と護衛艦を発見し、輸送船に向けて魚雷を3本発射。次に観測してみると、輸送船は左に傾いているように見え、続いて3回の爆発音が聞こえた。護衛艦が向かってきたが、スコールの中に逃げ込み無事であった。和風は6500トン級輸送船の撃沈を、 報じたが、戦後のジェニックの調査の結果、この戦果は認定されなかった。和風は飛行機や監視艇に遭遇した後、名モヌイと干渉南西端のウールウル島近海に移動。数隻の漁船のほか、二つの大物を発見したが逃すこととなった。一つ目は9月30日に、北伊零7度58分統計151度02分。 北緯7.967度統計151.033度、7.967151.033の地点で発見した水上規模艦治療だと応募式大型艦で単独航行中のところを発見したものの和風の射程圏内に入ってこなかった。もう一つは10月5日に北緯09度15分統計149度00分。 北緯9.250度統計149.000度9.250149.000の地点で2隻の雨切り型駆逐艦に護衛された、流城型空母と応募式大型艦を発見したが、これまた射程圏外を航行し去っていった。和風は10月7日に紹介海,海域を後にして、新珠湾に進路を向けた。10月17日、和風は55日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島。翌日から、和風は潜水母艦スペリーに横付けし、砲兵装を4インチ砲と20ミリ機銃に換装し、この工事は11月2日まで行われ、工事後の3日間は完熟訓練にあてられた。11月8日、和風は2回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。ミリ、ジャルート、ブタリタリ近海を抜けて11月22日に、 ブーゲンウィル島沖の小屋に到着。11月30日深夜、和風は、南移04度55分統計145度59分、南移4.917度統計145.983度、マイナス4.917、145.983の地点で輸送船と駆逐艦を発見したが、接近しきれなかった。 この海域で17日間紹介したが戦火が上がらないので、トラックとブーゲンビル島を結ぶ航路を狙って、紹介海域を移動したが、相変わらず戦火はなく、元の海域に戻った。12月10日、午後、和風は、南位04度45分統計154度58分、南位4.750度統計154.967度。 マイナス4.750154.967のショートランド諸島東方で、浅潮が宅地区間に護衛された3隻の輸送船を発見し、まず魚雷を4本発射して、特設運送船かもマ丸に3本を命中させ、かもマ丸は2時間後に沈没した。爆雷40発による反撃もあったが無事であった。SJ レーダーを使った2度目の攻撃の後、新しい海域に向かった。 12月14日朝、和風は、南06度22分統計156度13分、南6.367度統計156.217度、マイナス6.367156.217の地点で、病院線マニラ丸を発見。午後には、南零六度三十分統計五十六度零九分、南点五零零度統計十六点一5零度、 マイナス6.500156.150の地点で12ノットで浮上航行する潜水艦を発見し、魚雷を3本発射して命中させて撃沈したと判断される。これは25と推定されたが、実際に来撃されたのはショートランドからトラックに向かっていた意味であり、魚雷は命中しなかった。12月15日には、深島、消えたを偵察。 12月26日、ワフは48日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。12月31日、ケネリ少佐は、駆逐艦勤務に転じて、艦長となり、ノルマンディ上陸作戦に参加した。後任には、ダブリー・ W ・マッシュ・モートン・中佐が昇格した。ワフは次の紹介までに、モートン・ワンで、駆逐艦パターソンとソナーの試験を行った。 和風第二代艦長ダドリー・ W ・モートン少佐1943年1月16日、和風は3回目の紹介でニューギニア島近海に向かった。この紹介では、上枠を中心とする日本軍の補給路を探索するものだったが、一つ問題があった。和風はその地域に関する情報を持っていなかったので、ある。しかし、乗組員の一人が安物の学習地図帳を持っており、 それによって、上枠の位置を知ることができた。1943年1月24日、和風の来撃で大破した、駆逐艦春雨1月24日、未明、和風は、南位03度23分統計143度34分、南三3.383度統計143.567度、マイナス3.383143.567のカイリルト沖で、 駆逐艦ハルサメは空母巡洋基地員を呼び、第二航空船対応員を収容のため上枠を出港してきたところだった。13時45分頃、和風雨はハルサメの左舷後方から魚雷を3本発射したが、回避された。和風の魚雷発射に気づいたハルサメは反転し、これを見た和風雨はハルサメをできるだけ引きつけて、 魚雷を一本発射するが、これも外れる。和風はもう二本の魚雷を発射し、うち一本が春雨の一番方直下付近に命中した。春雨は停滞損害を受けたものの、応急修理を行って、沈没は免れた。モートン艦長は部下に、日本の駆逐艦は、船体が二つに折れたと言ったと、乗組員のジョン・クラビーは記している。しかしこの発言は間違い。 もしくは嘘で、春雨は後に日本に帰還し、本格的修理後に復帰した。翌日、和風はショークをパラオ海域に移動させる。1月26日明け方、和風は南移01度55分統計139度14分、南移1.917度統計139.233度。 マイナス1.91739.233の地点で2隻の輸送船を発見する。約2時間後、和風は戦闘の7000トン級輸送船に対して、巨雷を2本発射し、2本とも命中させて7000トン級輸送船を撃沈する。ついで2番目の輸送船に対しても、巨雷を2本発射し、1本を命中させて撃破する。 最初と2番目の攻撃の戦果判定中に3番目の輸送船を発見し、魚雷を3本発射して2本を命中させて撃破した。しばらく待つと、今度は別の方角からタンカーが出現し、この目標に対しては夕方になって、南位02度34分時計139度25分、南位2.567度時計139.417度。 マイナス2.56739.417の地点で魚雷を3本発射し、1本が命中したと判断される。さらに夜に入って、浮上攻撃を行い、魚雷を2本発射して1本を命中させて、撃沈したと判断された。2番目と3番目の輸送船に対しても、再度魚雷を2本ずつ発射し、2番目の輸送船には1本が命中し、 三番目の目標には日本とも命中し、一本は不発だったものの、この目標を撃沈した。二番目の輸送船に対してはこの日最後の夜間、浮上攻撃で魚雷を二本発射し、日本とも命中させて撃沈したと判断された。和風は一連の攻撃で当初は三隻の輸送船と一隻のタンカーを全滅したと判定され、後に二隻の陸軍輸送船、竹広丸と、 第2福江丸を撃沈し、他に4000トン級輸送船も撃沈したと評価された。放棄を掲げ、ペナントと旗を翻して帰投した和風。右は、モートン艦長4番目の目標であるタンカーを発見した後、和風は周囲に何もないことを確認してから浮上し、救命ボートの中の人員に向けて、使える砲や機銃で攻撃した。この殺戮劇は、 おおよそ1時間程度で終わった。この銃撃事件が虐殺や戦争犯罪ではないかとアメリカ海軍内で問題となり数々の武勲を立てながら名誉勲章が授与されなかった。潜水艦隊司令官チャールズ、A ・エイロックウッド少将はこういった銃撃戦は一般的なことだったと回想している。また銃撃を加えた相手は日本人のみならずイギリス軍に参加して 日本軍の捕虜となっていた、当時イギリスの植民地であったインド兵も含まれていた。現に、竹広丸に乗船していた1,126名のうち、87名の第26野戦兵気象要員のほかに、第16パンジャーブ連隊、第2大隊に属していた195名のインド兵捕虜が死亡している。ボートに人が乗っていることは承知の上でのことであり、 明らかな殺意があっての行動であることは明白である。もっとも、奏者を命じたのは、盲ン艦長時期時期であったという証言もある。和風は、翌1月27日朝にも、北緯零四度15分統計140度05分、北伊4.250度統計140.083度、4.250140.083の地点で5隻の輸送船と1隻のタンカーからなる。 輸送船団を発見したが、前日の攻撃で魚雷を使い果たしていたので何もできなかった。一月二十八日には、ファイストーノリン鉱石製錬所への艦砲射撃を目論んだが、北緯0九度四十五分統計百四十度三十分、北緯点七五零度統計四十点五零零度、9.750140.500の地点に急シップらしい艦船が降り、 このことからガジョンの第二の紹介での教訓を踏まえて、用心のため艦砲射撃を断念した。2月7日、和風は23日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。その際、レーダーマストに、軍艦機に竜と日照機六竜、白地に赤で書いた、シュートザサンザウィッチズと書かれたペナントを翻し、敵を一掃したという意味を示す砲機を、戦謀強課題に掲げて帰島した。 以降、大戦火を収めた潜水艦艦長が、モートン艦長の真似をして放棄を掲げるようになった。和風は簡単な修理を行い、乗組員の努力の結果、2月15日までに終わった。和風の攻撃により沈み行く日津丸2月23日、和風は4回目の紹介で、航海に向かった。和風に割り当てられた海域は、航海の中でも王力港や大連の近くという、 極端な場所だった。この航海は、これまでアメリカ潜水艦によって紹介されなかった海域だが、その理由として、平均水深が約40メートルと浅かったからである。途中で訓練を行った後、3月11日に、長崎と台湾、下関と台湾の各航路が行き交う海域に到着した。3月13日午後、和風は、 北緯32度57分統計126度11分、北緯32.950度統計126.183度、32.950126.183の地点で1000トン級輸送船を発見し、魚雷を一本だけ発射したが命中しなかった。3月19日未明には、北緯38度12分統計123度18分、 北緯38.200度統計123.300度38.200123.300の地点で大阪から大連に向かっていた輸送船増減号を発見し魚雷を一本発射して命中させ増減丸は船体が前後に割れて2分で沈没した生存者はいないと判断されたが日本側の記録とは違う約4時間後 北緯38度22分統計122度15分、北緯38.367度統計122.250度、38.367122.250の地点で、別の輸送船、広島丸を発見し、魚雷を3度にわたって、合計4本発射、そのうちの1本が命中したが不発に終わった。3月21日朝、和風は、 北緯38度11分統計124度33分、北緯38.183度統計124.550度、38.183124.550 38. の朝鮮半島地南浦沖で輸送船線歩30を発見して、巨雷を3本発射し、1本を中央部に命中させ、ポ歩30は約33名の生存者が、 船体にしがみついたまま4分で沈没。4時間経ってから北緯38度03分統計124度39分、北緯38.050度統計124.650度、38.050124.650の地点で輸送船に2丸に対して、魚雷を3本発射し、うち2本を命中させて、日2丸は3分で船首から消えていった。 和風は攻撃故浮上して、日通丸の名が書かれた残骸を回収した後、山東半島に進路を向け、ついで、旅順近海を経て、両東半島より、大連近郊のラウンド島近辺に向かった。この辺りの水深は、約91メートルと深かった。3月23日未明には、北緯38度38分、東経121度14分、 北緯38.633度統計121.233度3 8 6 3 3十2 1 2 3 3の地点で輸送船行運丸に対して攻撃を行ったが撃沈できなかったばかりか相手は爆雷で反撃してきた3月24日12時47分和風は長山列島沖で煙を見つけ接近していった時分目標は 重油が積まれたタンカー。実際には輸送船高尾山丸に向け、最初の一撃で魚雷を3本発射したが2本が早期爆発を起こし、残る1本は、それて失敗したのを見て、高遊山丸は反撃を行った。和風は先行し、北緯39度05分統計122度25分、北緯39.083度統計122.2417度。 39.08322.417の地点で、高遊山丸に対して新たな魚雷を3本発射。1本が命中して4分で沈没した。翌3月25日未明、和風は、北緯38度16分統計123度14分、北緯38.267度統計123.233度、 38.26723.233の地点で輸送船札幾丸を発見。まず魚雷を2本発射したが命中せず、和風は浮上砲船に持ち込んだ。20ミリ機銃の射撃の後、4インチ砲弾90発を浴びせて炎上させて撃沈した。ほどなくして、戦闘急行型タンカーが現れたため、浮上し、4インチ砲と20ミリ機銃で攻撃。 小型タンカーは衝撃を目論んだが、和風のさらなる射撃により炎上、沈没したと報告された。サツ丸マ川は、二隻の潜水艦に攻撃されたと思っていた。和風の乗組員は、潜望鏡を通して、変わる変わるこの光景を見物した。3月27日朝、和風は、北緯33度39分、統計125度23分。 北緯33.650度統計125.383度、33.650125.383の地点で100トン級トロール船を発見した。和風は浮上し、4インチ砲と20ミリ機銃で穴だらけにすると、和風はトロール船と並行となり、和風の乗組員は、ミッドウェイ島の海兵隊員から送られた火炎瓶で炎上させた。 下の席と台湾間の海域に戻った和風は、3月28日に、北緯31度39分統計127度41分、北緯31.650度統計127.683度、31.650127.683の地点で2隻の3パンを発見。銃撃で炎上させ、沈没こそしなかったが海上に打ち捨てられた状態となった。 三月二十九日未明、和風は、北緯三十度二十六分統計百二十九度四十一分、北緯十点四三三度統計百二十九点六八三度、三十四三三百二十九点六八三の、薬島沖で、特設電線布設線山場止まるに、完備発射艦の魚雷二本を命中させ撃沈した。和風はこれまでの一紹会における戦火の新記録を、 打ち立てて基礎につき、日本人は今後、航海での潜水艦の行動に頭を悩ますだろうと、レポートを締めくくった。途中、あっち島救援の日本艦隊が、トラックから日本に戻ってくるとの司令部からの情報を受信したが、これといったアクションは起こさなかった。4月6日、和風は42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。4月25日、 和風は5回目の紹介で、千島列島方面に向かった。5月3日に、松和島を写真偵察した後、エトロフ島沖に移動。翌5月4日、和風は、北45度52分統計149度07分、北45.867度統計149.117度、45.867、149.117のエトロフ島の南東で、 特設水蒸気母艦粉川丸を発見し、魚雷三本を発射して一本が命中したと判断されるが、実際には被害はなく、君川丸は爆雷で反撃して去っていった。3日後の5月7日、和風は北緯40度04分統計141度57分、北緯40.067度統計141.950度、 40.06741.950の地点で、海岸戦争に航行中の輸送船と護衛艦を発見して、魚雷を計6本発射し、輸送船第五タモン丸には2本のうち1本が命中したものの、護衛艦には4本とも命中しなかった。第五タモン丸は間もなく沈没していき、和風は三陸海岸に沿って南下していった。翌5月8日午後にも、 北緯39度02分、統計142度02分、北緯39.033度、統計142.033度、39.033、142.033の地点で、金達丸型特務艦と、応募式輸送船を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。目標の発見は続く。5月9日、未明、和風は、 北緯十八度五十七分統計百四十一度四十九分、北緯八点九五零度統計百四十一点八一七度、三十八点九五零百四十一点八一七の気仙沼湾沖で、レーダーにより九千トン級輸送船と一万トン級タンカーがいることを探知。和風は二つの目標に魚雷を三本ずつ、計六本発射し、二隻の輸送船、高尾丸と、 ジム無丸に命中させ、両線を撃沈した。和風はさらに南下し、東京とわらむしる島間の航路と思われる海域で、パトロールし、5月12日夕国に、北緯38度40分統計142度53分、北緯38.667度統計142.883度、 38.66742.883の地点で4000トン級輸送船と9000トン級暇客船を発見。和風は2隻に対して、魚雷を2本ずつ計4本発射し、9000トン級暇客船に1本が命中したように感じられた。9000トン級暇客船に対しては、さらに魚雷を1本ずつ計2本発射し命中させたが、 無味乾燥な響きしか聞こえてこなかった。和風は、不条砲戦に持ち込んだが、二隻とも結局撃沈することはできなかった。和風は5月4日からの10日間で8隻の目標に、大使10回の来撃を実施したが、巨雷の不調により満足すべき戦果は得られなかった。5月21日、和風は26日間の行動を終えて、真珠湾に帰島翌日、 アメリカ太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ大将が来艦し受賞式が行われた。5月23日、和風はオーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に開港され、7月20日まで修理と訓練に従事した。これに先立ち、副長のオカーン大尉が建造中のタング艦長として転出していった。和風は7月27日に真珠湾に戻り、 8月2日にはミッドウェイ島に進出した。8月6日、ワフーは6回目の紹介で日本海に向かった。ワフーの出撃の1ヶ月前、プランジャー、パーミット及びレーポンの3隻が史上初めてのアメリカ潜水艦による日本海での紹介を実施しており、ワフーの作戦は第2弾として実施されたもので、2度目の侵入となるプランジャーと組んでの作戦であった。 和風は8月13日に、エトルフ水道から、オホーツク海に入り、その日のうちに、宗谷海峡をシニアに、水上高校で通過して、日本海へ侵入した。侵入直後の8月15日未明、和風は、北43度12分統計140度00、分、北43.200度統計140.000度、43.200 140.、140.000、 のシャコタン半島沖で三隻の輸送船からなる船団を発見し、速力の遅い三千トン級輸送船に向けて、魚雷を一本発射したが、魚雷は偏射して消えてしまい命中しなかった。和風は北寄りに進路を変えて、輸送船団を追撃し、六千トン級輸送船に、対して三度にわたり、魚雷を計四本発射したものの、一本は、不発、二本は、外れ、一本は、 放送中に沈下した。和風は、大鳥型水雷艇と思われる感染を見つけて、退避した。8月17日未明、和風は、北緯42度45分統計139度50分、北緯42.750度統計139.833度、42.750139.833の地点で3隻の輸送船団を発見し、 4000トン級輸送船に対して魚雷を1本発射したが命中しなかった。同じ日の夜には、北緯42度16分統計139度39分、北緯42.267度統計139.650度、42.267、139.650の地点で3500トン級輸送船を発見し、魚雷を1本発射したが、 これまた偏舎で命中しなかった。攻撃後浮上すると、この輸送船とすれ違う輸送船複税丸に発見される。日付が8月18日に変わった直後、和風は北緯42度17分統計139度43分、北緯42.283度統計139.717度。 42.28339.717の地点で3000トン級輸送船に対して、魚雷を1本発射するが、これも命中しなかった。2時間後には、北海41度58分統計139度43分、北海41.967度統計139.717度、41.96739.717の地点で4000トン級輸送船に対して、 魚雷を一本ずつ、計二本発射したが命中せず、二本目に至っては、発射後23秒で爆発した。四日以内に12隻の目標を見つけ、合計10本の魚雷を発射したが、ことごとく命中せず、和風からの報告でこの事態を鑑みた、司令部は、作戦打ち切りの命令を発した。和風は、宗谷海峡に向かって航行中の8月19日朝に、 北緯44度43分統計138度55分、北44.717度統計138.917度、44.717、138.917の地点で輸送船を発見し追跡したが、よく見ると中立国ソ連船舶機が翻っており、当然攻撃は控えられた。8月20日朝、和風は三番の群れを発見し攻撃した。 まず北緯45度35分統計146度50分、北45.583度統計146.833度、45.583、146.833の地点で36トン級、三パ一石を沈め、引き上げた6人の日本人を捕虜とした。9時間後、北緯45度50分統計148度22分、 北緯45.833度統計148.367度、45.83348.367度、北緯45度47分統計148度42分、北緯45.783度統計148.700度、45.78348.700の地点で25トン級と35トン級の3パも攻撃刺激陳。 二隻の乗組員はそのまま沈んでいった。和風は、往路とほぼ同じコースを戻っていった。8月25日に、ミッドウェイ島に到着。8月29日、和風は27日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。帰島後、モートン艦長は魚雷に関して兵器局に猛抗議し、再び日本海へ行かせてくれるよう懇願した。その結果、 従来のマーク14型魚雷をすべて下ろし、代わりに新型のマーク18型電池魚雷を搭載することを許され、和風にも再度の日本海侵入が許可されることとなった。この際、モートン艦長は、カンフ連絡船に関する情報収集を徹底的に行っていた。9月13日、和風は7回目の紹介で、総フィッシュと共に日本海に向かった。 計画では、9月20日頃に、宗谷海峡を通過し日本海に侵入。特定日を過ぎたら、北43度線以南の海域の紹介を、総フィッシュに委ね、10月21日に帰還する予定だった。和風は、千島列島を通過する頃に報告するよう命令を受けていたが、何の音沙汰もなかった。和風は、11月9日に失踪が公表された後、 12月2日に喪失と判断され12月6日に除籍された。当初、和風は嫌い、もしくは魚雷の事故により喪失したと考えられていた。以下は、日米双方の記録等を参照して推定された和風の最後の紹介の記録である。9月21日、和風は北45度45分統計145度00分。 北45.750度統計145.000度、45.750、145.000のカラフト南方で輸送船北西丸を撃沈。9月25日朝には、北緯41度30分統計139度00、分、ん、北41.500度統計139.000度、41.500、139.000の地点で、 応急タンカー、太古丸を撃沈した。その後は、日本海をひたすら南下し、津島海峡近海に達した。10月5日、未明、和風は、富山に向かっていた、寒風連絡船コンロン丸を、北緯34度14分統計130度09分、北緯34.233度統計130.150度、 34.23330.150の沖野島東北10海里の地点で発見し、撃沈する。コン混ン丸撃沈は死者、行方不明者583名に及び、その中には、スケカワ・ケシロウ、加藤・大一の二人の衆議院議員を含み、新聞でも大々的に報じられ、アメリカ側でも同盟通信社発表の情報を傍受した。 翌10月6日には、北緯37度18分統計129度33分、北緯37.300度統計129.550度、37.300129.550の地点で輸送船観光丸を撃沈。10月9日未明にも、北緯39度49分統計139度46分、 北緯39.817度統計139.767度3 9 8 1 7十3 9 7 6 7の秋田県小賀半島南磯近海で輸送船観光丸を撃沈した。また10月2日に七を到着予定で9月29日に元山を出港したまま日本海で行方不明になった輸送船第2正木丸も和風の戦火と推定された。 その後和風は日本海で作戦を北上していったと考えられた。宗谷砲台に配備されていた96式15センチメートルカノン砲、過去3度の日本海への潜水艦侵入の砲を受け、しかもコンロン丸撃沈、国会議員の殉職など目に見える被害が出たという事態を受けて、津軽、宗谷領海峡付近の軍拠点である津軽要塞と宗谷臨時要塞は警戒を強化していた。 10月7日には、マイズルチンジフから、現に潜入中の敵戦派出滅姿勢セシメザル様これの最得に、配慮ありごとの通告も出された。しかし、10月9日には、ソーフィッシュが、ソーヤ海峡へ侵入し、下記の第15号区選定などが、爆雷攻撃を行ったが逃がしてしまうという失態を犯し、もう失敗は許されない状態であった。 大港航空隊が輪っか内に分屯配備していた、零式水上偵察機の同系機その後、同基地所属のオミ2号機、オミ20号機も追跡及び攻撃に加わり、大港航空隊オタル派遣隊からオミ6号機、オミ12号機も応援に駆けつけた。水上機の報告に接した層や防備部隊指揮官、大泊艦長の大かつネオ中佐は、第15号区選定及び第43号区選定。 第23号総海艇、第17号総海特務艇、第18号総海特務艇を水上偵察機の誘導の元発見海域に急行させた。各艦艇が集結するまでの間、輪っか内派遣隊の3機と小樽派遣隊から2機の増援、さらにはカラフトの大谷より陸軍飛行第38戦隊の司令部偵察機も飛来し偵察活動に加わった。 カラフト大谷の陸軍飛行第38戦隊が装備していた司令部偵察機の同系機爆雷による攻撃を実施した第15号区戦抵抗して和風は午前と午後を通じて必要な攻撃を受け5時間にわたる戦闘の末にカラフト止めタカ軍の塗料村二条岸の200度7.5回里の地点で撃沈されモートン中裁下80名の乗組員は全員戦死した 日本側の対戦相当は16時過ぎまで実施され、計63発の爆雷と爆弾40発が和風の息の根を止めた。周辺海域には攻撃当日の夜間から翌10月12日に至っても幅60メートル、長さ3海里の重油の帯がしばらく残っていた。21時、大港警備不司令長官、井上康雄中将から和風撃沈に対する祝電が、 送られた。なお、撃沈に関しては、航空攻撃が最終成果であったにせよ、海、陸軍に両軍の航空機を加えた共同作戦による成果であることに意義があった。また、宗谷臨時要塞は、日本本土において対戦戦闘を実施した唯一の沿岸要塞となった。この撃沈により日本海北部にある、機関安全が確保されることになりさかちやき、 北海道庁長官は早速遺問品を調達、トラックを仕立て稚内、宗や所在の関係部隊に、道民の感謝の気持ちとして送っている。また、所有する土地や建物を水上偵察機部隊に提供していた、西岡農場の主人は激鎮の祝い品として、牛2頭を提供し、商兵に振る舞われている。稚内市内からも、戦闘の様子が一部観察でき、 戦闘後に市内を訪れた兵士たちは市民より艦隊を受けた。日本当局は10月11日、我が軍の航空機が浮上中の敵潜水艦を発見、爆雷散発を投下して撃沈したと事実とは異なる内容を報道し、アメリカ側は和風の撃沈を確認した。和風による混ン丸ン撃沈は関係者に衝撃を与え、 カンフ連絡船の夜行便を中止するなど影響を与えた。一方で、和風及びモートン艦長の喪失はアメリカ海軍に大きな衝撃を与え、戦争末期の1945年6月のバーニー作戦で9隻を侵入させるまでアメリカ潜水艦が日本海に侵入することはなかった。和風は18隻の日本の艦艇及び船舶を撃沈している。 和風の戦績の多くは、その勇猛さによって、名誉勲章に値する功績を挙げながら、上記のように三度目の紹介において漂流する、日本海軍兵士あるいは、インド兵を機関銃で銃撃、殺害したためこれを逃したと言われる、モートン少佐に艦長が交代してからのものである。その他、第二次世界大戦の先行で、喪失するまでに六個の従軍聖章を受章している。 アメリカ海軍関係者による和風追悼の花輪検定式元副長のオカーン大尉は戦後和風に関する著書を発表し和風の創作を計画していたが1994年に死去した。1995年以降モートン艦長の親類を中心に日米関係者に加えロシア、オーストラリアの4カ国の人々からなる和風プロジェクトグループが 和風の船体の捜索を開始。その際、旧日本海軍の資料から重油の尾を引きながら逃走を図る和風最後の写真も発見された。長年の捜索の結果、2006年8月にロシア人ダイバーが海底に横たわる和風の船体を発見、写真に撮影し公開した。沈没したと思われる海域では1945年に ルモー用機で引き上げ船に攻撃を加えたソ連赤色海軍の潜水艦ナ l 1 9も沈没している。宗谷海峡ではしばしば船体の金属片が漁船により引き上げられるなど沈没船の存在が確認されているが、米ソどちらの潜水艦のものかの確定には至っていなかったが、2006年10月31日、アメリカ海軍は ロシア人ダイバーが撮影した船体が和風であると確認。和風は宗谷海峡中の水深65メートルの海底に横たわっていた。甲板中央付近には航空機からの爆弾による破壊の跡が確認でき、これが和風の致命傷になったと推測された。2007年7月8日。 アメリカ海軍の艦船が沈没現場会場で、米ロ両海軍主催による花輪検定式を行った。同年10月11日には、真珠湾の防品サブマリンミュージアムパークで、和風乗組員のための公式追悼式を取り行い、和風プロジェクトグループが創作と発見の経緯について説明した。同公園には、現在記念碑が建てられている。 ザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・ U.S. Navy in World War 2 Chapter V 1943ハイパーワー2012年2月23日閲覧では他に特設巡洋艦浮島丸と輸送先発し、フニック丸を撃破したとするが浮島丸は1月26日当時沈汰におり少なくとも浮島丸撃破は誤りである 乗組三38名中生存者11名のみ。戦後の調査では、激鎮と修正されている。落語家の春風亭流将が、陸軍護朝時代に乗船していた、輸送船、ロスコープ563では、輸送船広和丸も、和風の戦火とされているが、広和丸は3月20日に、救命ボートと乗組員の死体が収容され、沈没が推定された。ものの、 攻撃との因果関係は不明。または風の記録でも3月19日に攻撃したのは上記の増言号と広島丸だけであり、3月20日には攻撃を行っていない。ただし、広和丸の行動表には敵戦の来撃を受けけ沈没とある。両艦の総フィッシュのこの紹介での行動は、総フィッシュ第4、第5の紹介1943年9月から12月を、 参照アメリカ側記録では、ポンパーノの戦果になっているが、ポンパーノが、哨戒海,海域を変更して、日本海で作戦するような命令は確認されておらず、太古丸を撃沈したのは、総フィッシュが9月25日に攻撃行為を行っていないことを踏まえて、和風によるものと考えられる、加藤単一は、加藤間10の実刑。通常は夜間に通過するが、和風が朝になってから、 宗谷海峡に侵入した理由は不明である。ありがとうございます。